バイオサイエンスデータベースセンターの NBDC の三橋と申します。本日はデータベースを探す、検索する、ダウンロードするという題目で、今年の4月から先ほど構想の方が説明いたしましたが、今まで DBCLS でサービスされていたサービスを4月から NBDC が引き継いで運用しておりますが、そのサービスについて紹介をさせていただきます。20分ほど、プレゼンした後に ModDB を使って簡単な検索の実習を行いたいと思います。最初導入ですが、情報を探すとき皆さんどうされるかというと、多分一番今だと簡単な方法は、キーワードが分かればとにかく Google 検索をしちゃうというのは私もそうなんですが、そういう探し方をするかと思います。で、例として、IPS という言葉を入れてみますと、ここに出てくるようにですね、いろんな分野のいろんな言葉がヒットしてきます。1番ネットワークの言葉ですし、2番目は液晶ディスプレイの話ですし、で、多分生命科学の分野だと iPS 細胞のことを知りたいと思うんですけども、やはりちょっと下の方に出てきて、なおかつですね、アカデミックな文献というよりは、産経のニュースのような、やっぱ一般の人がよく見るようなものをやっぱ上に来やすいという部分になっています。略語ですので、どうしても会社名とか商品名とかですね、いろんな分野のものと混じりやすいので、ちょっとこれズルしてまして、本当は iPS 細胞と入れれば iPS 細胞のものだけが出てくるんですけども、ちょっと分かりやすい例として、こういうものを作ってみました。それで、Google というのは、世界中のさまざまな興味を持つ人が対象になっている検索エンジンですので、新聞でいうと一般紙のようなものになります。それに対してやはり我々のような生命科学の研究者やそういうのに興味がある人というのは、その分野 の、より精度のいいデータだけを見たいわけですので、そういった Google の業界指板のようなものないだろうかということで、生命科学データベース横断検索というのを、作っています。一箇所だけ検索したら Google のように網羅的に検索、なおかつ生命科学に限って質のいいデータだけを検索してくれるというのを目指しております。で、生命科学データベース横断検索の特徴となりますが、今、取り込んでいるデータベースの数は国内外で270ございます。で、先ほども生命科学に特化していると申し上げてますので、その、集めてきたデータベースをですね、意味のカテゴリー、分類しまして、整理しまして、検索の時にさらにそのカテゴリーを使って、より絞り込みをかけてですね、Google よりも、精度のいい検索を目指そうというふうに考えています。で、3番目として、日本語と英語の対訳辞書を持っておりますので、例えば日本語のキーワードを入れてもですね、英語のデータベースの検索ができる。その逆ですね、英語のキーワードを入れても日本語のデータベースを検索することができるような仕組みになっています。で、4番目ですけども、ジェンバンクとか、エンブルとかいったそういう、DNA とか分子のデータベースだけではなくてですね、先ほども言ってましたように、文献にも力を入れてます。例えば、雑誌ですね、もうちょっと廃刊になってしまいましたけども、共立出版さんの、タンパク質拡散酵素、PME という雑誌とかですね、あと毎週出ますけども、特許庁から出る特許の公開方法のような、文献もですね、これは用紙だけではなくてですね、文章全体、全文ですね。ですので、用紙だけ検索できるものは多いんですけど、この2つに関しては、文章全体も、取り込んで検索できるような、特色があります。で、最後ですけども、これは横断検索の仕組みについて簡単に述べたものなんですけども、先ほども構想が言いましたように、NBDC というのは国内のですね、生命科学系のデータベース統合の、ハブとなろうとしているわけですけども、その一歩として、どういう統合の仕方があるかということなんですけども、データベースはですね、各研究者のサイトに置いたまま、検索だけを、外部から行って、あたかもですね、仮想的に一つのシステムになっているかのように、検索システムを実現しております。ハイパーストレイヤーという、フリーの全文検索エンジンがあるんですけども、それを利用しておりまして、よく皆さんご存知のですね、NCBI、米国の NCBI なんかは、ほとんどのものを多分自分のところの、コンピューターにデータベースに集めて、サービスをしている、いわゆる中央集権型なわけですけども、そうではなくて、文献型というか連携型の、サービスになっています。今絵にしますとこんな感じになってまして、現在文科省がいまして、連携先が現在のところですね、経産省の統合 DB、メダルスと呼んでますが、それと、同じく産総研の、TOSA科学、
統合 DB と連携しておりまして、まあ、彼らが持っている検索インデックスというのは、まあ、さっきも言いましたように彼らのサーバーの中にそれぞれありまして、ユーザーがですね問い合わせをかけてきたらですねこちらにまあそれぞれ問い合わせて、それぞれが答えを返してくれると。でそれを取りまとめてまあユーザーに返すというようなまあ仕組みになってますので、例えば連携期間がもう1個増えたとしても、まあ、どんどん拡張していけるというようなまあ仕組みになっております。ということで、横断検索の画面をですねちょっと見てみたいと思います。まずあの NBDC の、ポータルページに行きたいと思います。行くにはですねもう NBDC と Google で入れていただきますと一番上にヒットしまして、まあ、こういった先ほどコウさんが見せましたようなポータルページにたどり着きます。でその中でですねいくつかサービスのカテゴリー分けされてまして、横断検索はこの右下のところにあります。あ、左下のところにありますので、このリンクを押しますと、まあ、こういったページが出てまいります。でここにキーワードを入れる、箱がありますので、まあ、当然のようにキーワードを入れていただいて、この検索ボタンを押していただきますと、iPS 対応で、まあ、検索できた、結果が出てきまして、まあ、Google と同じように、まあ、タイトル、リンクと、まあ、スニペット、要約が、まあ、出てまいります。まあ、ここまでですと Google とほぼ同じなんですけども、さらにですねその DB を分類して整理しておりますので、そのデータベース分類ごとにそれぞれこのキーワードが何件ヒットしたかという、まあ、件数が出てきます。さらに、絞り込みをかけるときにですね、例えばこの DB を、特許なら特許に絞り込みたいとなったら、これ今出てるんですけども、押しますと特許の DB にヒットしたものだけがまあ絞り込まれますので、よりまああの詳細な検索ができる。要するにただの全文検索では上の方に来ないですね、レコードなんかもこういった絞り込みをまあ駆使することでまあ探すことができるわけです。で、まあ、もう一つこの DB を押しますと、その DB の概要ですね、メタデータのようなものも出ますし、あと同じ IBS というさキーワードで、パブメドであるとか、まあ、欧州米国の特許サイトも、ワンクリックで検索できる。まあ、ちょっと今回出てませんけども、iPS 細胞という言葉に関連のある遺伝子が表示されまして、まあ、その関連遺伝子を見たり、さらにその遺伝子を使って絞り込むこともできます。さらにですね、この、検索結果というのを URL として出力することができますので、まあ、この URL を例えばブックマークするとかですね、メールに貼り付けて送るとかいうことをすることによって、この検索結果をまあ保存することができます。で最後にですね、まあ270のデータベースはそれぞれどんなものが入っているかという一覧が、まあ、ここから見られまして、まあ、それぞれの DB のレコード数や、まあ、最新更新日のようなものが、まあ、見ることができますということですので、まあ、こういった横断検索を作る場合にもですね、どういうデータベースを取り込むかということは非常にこう検索という観点からでも、ね、非常に重要なことで、変なデータベースに入れるとやっぱりゴミのようなものが入ってきますので、この、生命科学系のデータベースも本当にデータベースを作る、いわゆるカタログを作るということは、重要、こういう検索という観点からもまあ重要だろうということはお分かりいただけたと思いますので、次はですね、この、こういったカタログを作る仕事をですね、まあ、探すというふうに名前を付けましたが、カタログについて、ご説明したいと思います。同じくですね、NBDC のポータルの中に、カタログ&コンテンツというカテゴリーがあります。でここにですね、何種類かの、カタログがございます。でまず一つ目のカタログは先ほども言いましたように、データベースそのもののカタログ、まあ、データベースのデータベース、電話帳のようなものがあります。でこれが現在のところ、この2種類、このサイトにはございまして、これはなぜ2種類かと言いますと、先ほどの説明にありましたように、この4月にですね、BBCLS と JSTBIRD の事業が、まあ、統合されたばかりですので、ちょっとそれまでの歴史的経緯でそれぞれ、DB カタログを作っていたようなところがあって、まあ、2つ存在しておりますが、まあ、今ですね、内部的にはこの中身をですね、統合しようというふうに、まあ、進めておりますので、いずれはこれが1つになって、使いやすくなるというふうに考えております。2種類目は、まあ、学会組織のカタログということで、例えば生化学会であるとか分子生物学会ですね、そこの学会員が何人いるかとかですね、どういったその活動をしているかとか、そういったような学会に関する情報もカタログが分類されております。これが大体600ぐらいあります。3番目はですね、解析ツールの、
カタログということで、この2つウェブリソースポータルとゲノム解析ツールリンク集があります。でもう一つは、生物画像のカタログということで、生き物のですね、魚とか鳥とか微生物の、画像がですね、自由に、ここから閲覧できまして、まあ、プレゼン資料なんかにもですね、再利用をいくらでもしていただけるというライセンスでお使いいただけるようになっています。で次はですね、カタログサイトの、まあ、典型的な画面をいくつか紹介したいと思います。生命科学系データベースカタログをまず説明したいと思います。でまあ、何よりも一番、まあ、重要なのはですね、まあ、こういったデータベースなり対象物を、まあ、分類して、この分類解析が非常に重要なんですけども、まあ、それが一番左にあります。まあ、DB のカタログ型なのか、データバンク型なのか、プログラムで作った DB なのか、まあ、そういったものからですね、対象になっているものですね、DNA が対象になっているのか、タンパク対象になっているのか、いろんな、まあ、分類の仕方っていうのは一種類じゃないので、まあ、複数の分類の仕方で分類されています。で、ここにトータルの件数が、まあ、約900件あります。で、まあ、これをクリックすることによって、まあ、こちらの表示を、まあ、絞り込むことができます。同じようにですね、キーワードを使っても絞り込んでいくことができますね。例えば DNA と入れれば DNA と関係のあるものだけに絞り込みます。で、こうやってユーザーインターフェースを見るだけではなくてですね、Excel でちょっと集計したいというときには、ここをクリックしていただくと、表形式でデータがダウンロードできます。で、同じようにですね、もう一方の Wing Pro も同じような画面構成になってまして、その分類階層というのが、この場合こちらに表示されてまして、まあ、件数があって、キーワード検索記号があります。例えばここに DNA と入れて DNA で分類されているデータベースの一覧を見ますと、まあ、こんな感じでいくつか出てきまして、名前だけじゃなくてそのデータベースの中身とかどういう機関が作ったかとかですね、生物種がどこだとか、使えるファイルのフォーマットとかそういうものまで、まあ、いわゆるメタデータと呼ばれるものが見られます。ということでここまで、検索する、探すという2つのことについて、大体ご説明しましたので、最後、ダウンロードするということで、データベースアーカイブのお話をしたいと思います。まあ、これも当たり前のことなんですが、先ほど見ていただいたようにですね、横断検索の出力というのは、まあ、自分が気になる大きなデータの塊から自分が気になるその1レコードだけをキーワードで拾ってくるという感じですので、まあ、それを使ってですね、まあ、再利用、例えば様々な解析と書きましたが、統計解析をするとかですね、配列解析をするとか、やっぱそういうことをしようと思うと、あるまとまった塊のデータが欲しくなるというのは当然だと思います。ですので、やはりデータベース丸ごとダウンロードしたいということになるわけで、まあ、それをサービスするのが生命科学系データベースアーカイブになります。で生命科学系データベースアーカイブとはということで、まあ繰り返しになりますが、データベースをですね、ダウンロード可能にして、メタデータ、要するにそのデータベースがどんなデータを扱っていて、なおかつそのデータベースにはデータ項目といういろんな項目名がありますので、その項目名がそれぞれどんな意味のデータを持っているのかというようなことですね。プラスここにもありますけども、どういう、条件でこのデータを使っていいかということもクリアにした状態で、公開しております。でこのアーカイブを運用するにはですね、2つの役者さんが必要で、まあ、もちろん使う人はいるんですけども、実はですね、データベースをこのアーカイブに帰宅してくれる人がいなければですね、このデータベースというのは成り立たない仕組みになってまして、まあ、帰宅してくれる人がいて、使う人がいて、まあ、回るような仕組みになっています。それで、まあ、データ利用者の方のメリットとしては、まあ、先ほど言いましたように、丸ごとデータがダウンロードできますので、まあ、統計解析とかデータマイニングとかですね、他のデータとマッシュアップするとかってことはもう自由自在にできますので、まあ、そういうメリットがあります。もう一つ利用許諾のことを言いましたけども、知財的にも非常にそういう再利用がですね、しやすくなったライセンスになってますので、そういうメリットを受けることができます。一方ですね、生産者の方は、まあ、データベース維持管理というのは先ほど構想も少しも知っておりましたが、やはりサーバーを立てておくとかですね、それこそ電気代がかかったり、なんかセキュリティパッチを当てたりとかですね、やはり研究以外のちょっと無駄というわけじゃないですけども、雑用が必要になりますし、まあ、費用がなくなることもあるということで、そういった維持管理のコストがなくなることによってですね、データが、まあ、長期にわたって保全されるというメリットがあります。でデータベースはここに書いてありますように公開済みのものが44件ですけども、今
交渉を、帰宅者との交渉を行って、まあ、準備をしているものも、まあ、いくつかあります。で原則はデータフォーマットとしては表形式になっていますので、Excel で、簡単に読み込んでいただくことができます。ではちょっと簡単に画面を見ていただきたいと思います。この NBDC のポータルサイトの右上のところがデータベースアーカイブです。でこれがトップページでして、ここにですね、今全44件のリストがずらーっと並んでおります。で44件見るのもいいんですけども、さすがに絞り込む機能がついてまして、今回インサイチューハイブリダイゼーションという言葉で絞り込みたいと思います。そうしますとこの3件になります。で3件とも、そのうちですね、今回一番下の、筑波大の漆原先生のデータベースをちょっと見てみたいと思います。まあ、この行を見るだけでですね、誰が作ったか、でどんなデータベースかで、まあ、発言のデータベースで、どんな生物種か、まあ、粘菌の生物種であって、まあ、あと、まあ、インサイチハイブリッド書いてありますので、まあ、遺伝子が、どういう部位で発言しているかというのを、まあ、測定したデータだろうというのは、まあ、大体分かるかと思います。あと、まあ、利用許諾に関しても書いてあります。で実際のその表形式のデータを見ようと思いますと、この簡易検索というリンクが便利ですので、これを押しています。で、最終的にデータ、これがいいデータだということで、まあ、気に入ってダウンロードしたい場合は、ダウンロード画面に行くことができます。まず、簡易検索画面を簡単に見てみたいと思います。で、まあ、当然、表ですので、列と行がありまして、この列方向というのは、このデータの場合ですね、発生段階の時間軸に。でこちらの行方向が、まあ、各遺伝子 CDNA クローンですけど、まあ、遺伝子になってますので、このセルが表す画像というのは、ある遺伝子がある発生段階でどういう場所、粘菌のどういう場所で発現してたかっていうのを、まあ、画像としてですね、測定したデータであると、まあ、それをかなり網羅的、まあ、穴が開いてるところもありますけども、網羅的に、測定したデータであるということが分かります。でまあ、ダウンロードですけども、まあ、ダウンロードの画面に行っていただいて、このデータファイルというところをクリックしていただきますと、まあ、利用許諾に OK しますかというその、文言が1個出てきて、それに OK しますと、まあ、その場でダウンロードができるようになっています。ということで、最後にまとめですけども、データベースを、まあ、3つの話ですね、探すということで、カタログデータベース群を簡単にご説明しました。でその後ですね、複数の生命科学 DB を横断的に、まあ、ひっくるめて検索するという意味で、生命科学データベース横断検索のご説明をしました。で最後に、データを丸ごとダウンロードするということで、生命科学系データベースアーカイブの説明をさせていただきました。まあ、最後に、まあ、クレジットですけども、これらのほぼ今日ご説明したシステムというのはですね、3月まで、文科省の委託事業の統合 DB プロジェクトで作られて、で、まあ、主に DBCS で作られたものです。で、それをまあ4月から NBDC が引き継いでおりますので、一応DBCS さんにクレジットを入れさせていただきたいということです。まあ、これで、最初のプレゼンは終わりたいと思います。